バークレーズプレミアリーグの試合が間もなく始まります。実況は私、西岡明彦が担当いたします。本日の試合はカーディフシティ対マンチェスターユナイテッドのマッチアップです。ここで監督が新加入の選手を起用するようです。そうですね、いいプレーを期待しましょう。マンチェスターユナイテッドがボールを動かします。タックルには引っかかりません。ポンでかわします。競り合いになりました。ファビオ・ダシルバ、ボールはサイドに出ました。彼に当たりましたね。またディマリアが行きます。決まるか。決まった。ユナイテッド角度からも見ましょう。ポジショニングが光る。ネイマール、ルーズボールです。ボールはどっちだ。シュートだ。もう綺麗に決めました。この展開に特に驚きはないでしょうか、堀池さん。はい、チーム力にそれなりの差がありますからね。やはり結果にも反映されますよ。違うアングルから見てみましょう。ファビオ・ダシルバ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。またサイドに顔を出します。
これは来た。キャッチはできません。ボールがこぼれています。サニー・ケディア、マタがいました。決めに来た。また惜しい。決めたかった。オスカルに注目しましょう。ヘディラ、綺麗にボールが走っています。チャンスになりそう。打ってきた。決まった。ユナイテッド、これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。どちらが取るでしょうか。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ゴール！マンチェスター・ユナイテッド！このゴールでハットトリック達成です。うん、しっかりいい位置を確保してのヘディングでしたね。この角度からも見ましょう。開幕戦勝ちました。これはこのまま乗っていけるかもしれません。はい、開幕戦を勝つというのは重要です。スタートがいいと心に余裕が生まれるんですよ。そろそろ時間となりました。では皆さん、さようなら。決まった。ユナイテッド、ネイマー。
こんにちは、西岡明彦です。本日はリーグ戦をお送りいたします。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対ノリッチシティのカードです。が行きます。シュート、パンチングで弾きました。クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。マルタン、ベネット、出しどころが見つからないか。ボディン、ルーニーがプレーに絡んでくる。うまい、シュート。このボールはどちらが取るか。これはもらった。来た来た来た、決まった。先制点ゲット。マンチェスターユナイテッドが鮮やかなゴールを決めました。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。違うアングルから見てみましょう。やはりマッチアップ時点での予想通りの展開になってきています。マンチェスターユナイテッドの強さが目立ちます。ここは簡単にボールを渡してしまった。ロビン・ファン・ペルシー、ファン・ペルシーが行きます。決めに来た。最後はファンペルシーのシュートでした。ファンペルシー、アンゲル・ディマリア、うまくボールを奪った。内田篤人、マタがいました。さあ、これはユナイテッドですね。 EA スポーツがお送りするバークレーズプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッドが次に対戦するのはニューカッスルユナイテッドです。どちらも相手にとって不足はない。
これは見逃せないゲームになるでしょう。ディマリアが行きます。入るか。シュートはブロック。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。オルセン、ネイマールが絡んでいきます。これはいいぞ。笛が鳴ってファール。カードは出ますかね。決まらない。ファンペルシー、次こそ決めて仲間の信頼に応えたい。思わず入ったと言いそうになりました。うまいフリーキックでしたね。惜しかったですね。入ったかと思いましたよ。こぼれた。どちらが取るでしょうか。ボールの激しい奪い合いです。ボール、ポグバ。うまくボールを動かしています。ファンペルシー。タッチを割ります。ユナイテッドのスローインです。またのポジショニングが光る。まだボールは生きています。ボール、ポグバ。味方はいるか。ボールはディフェンダーの元へ。再び戻す。ベネット、跳ね返ってボールが外に出ました。このプレーはホイッスル。ユナイテッドにファールがありました。ファンペルシーが行きます。ディマリアが行きます。ロビン・ファンペルシー、ゴール前に入ってきた。来た。どうだ。決まった。ゴール。この展開に特に驚きはないでしょうか、堀池さん。はい、チーム力にそれなりの差がありますからね。やはり結果にも反映されますよ。別のアングルからご覧ください。Thank you.
内田篤人、サイドチェンジしました。パスがよくつながっています。ポール・ポグバ、ここで打つ。マンチェスター・ユナイテッド、これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。許した状態で再びキックオフです。ベネット、さあ揺さぶりをかけていく。アンゲル・ディマリア、さあこれはルーニーです。内田篤人、ラファエル・バラーニ、ネイマール、シュート、クリアできるか。さあここからどう攻めるか。ネイマール狙っていった、入った。これはナイスシュート。どうだという様子が伺えます。こちらのカメラからの映像です。ルーニーがプレーに絡んでくる。内田篤人、ウェイン・ルーニー、パスで効果的に崩していきます。そうですね、どうなる。ゴール、今日は何点入るか分かりません。そうですね、チームとして動きがちょっとバラバラになってますからね。違うアングルから見てみましょう。ディフェンスが処理します。5対0のまま試合は終了です。今日の試合このようなスコアになってしまいましたが、どのあたりに原因があったと思われますか。試合の入り方が良くなかったですよね。最後まで調子を出せなかったですよ。今日の試合はいかがでしたでしょうか。皆様とはそろそろお別れの時間となりました。実況は西岡、解説は堀池拓実さんでお送りいたしました。さよなら。ネイマー、
ルーニゴール、マンチェスターユナイテッド。決まった、ユナイテッド。